こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。すごい情報が入ってきました。なんと、中国が日本の F3 ステルス戦闘機。開発について絶賛しているとの話が出てきました。ちょっと気になるので。今回は中国から見た F3 ステルス戦闘機に注目しました。特に注目はやはり XF9 プロトタイプジェットエンジンのことです。これは中国でもわかるんですね。米英も気になるほどのエンジンです。現在の航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機となる日本の次世代戦闘機開発は2020年10月30日、これを取りまとめるイーワバプロジェクトリーダー的な企業に大型の輸送通り三菱重工業が選定された。これは現在の岸防衛大臣から公表されたものであり、従来の F2 戦闘機。開発などにおいては、機体そのものや機関部など戦闘機を構成する要素。部位ごとに分けられていた契約形式を改めたものだ。こうした次期戦闘機開発に向けたアプローチ手法に変化もある中、岸防衛大臣は11月6日にアメリカのロッキード・マーチン社、ボーイング社、そしてイギリスの BAE システムズ社が協業先の候補だと明かした。ロッキード・マーチン社は言わずと知れた第5世代戦闘機である F-35。ライトニング2を手掛ける企業であり、その点では現在の戦闘機市場で一人勝ち状態ともいえ、次期戦闘機開発でも最有力だろう。加えて、今回ロッキード・マーチン社は、同じアメリカのノースロップ、グラマン社と組んで、日本の次期戦闘機開発に当たるとされ、その優位性は、揺るぎそうにもない。ボーイング社も、かつては F-15 イーグル戦闘機などで第4世代戦闘機、または、その改良型である、4.5 世代戦闘機の分野では大きなシェアを占めていたが、近年は目立った新型戦闘機の実績はない。最後の BAE システムズ社は、イギリスを中心とする次世代戦闘機、テンペストを手掛けており、同機の生産機数を上げコスト低減を推進する意味からも、日本の F2 戦闘機の代替機計画に前向きに見える。日本自体はこの次世代戦闘機開発に向けて自前の実証実験機 X に、通称シンシンで機体のステルス性能や機関部のテストを経てきているが、やはり次世代戦闘機を自国のみで開発するのは現実的ではない。戦闘機開発のノウハウを失わないための国内の防衛産業の技術維持という観点が三菱重工業に課せられた大きな課題であることは間違いないが、次期戦闘機にそれが生かされるのかは未知数だろう。この2020年の新型コロナウイルスの蔓延は、日本の次期戦闘機開発を中断させる恐れがあるとの声も一部では囁かれていたが、なんとかその最悪の状態は過ぎ、協業先の決定が待たれることになった。日本が F2 戦闘機の代替機に求める要素の一つに、配備の進められている F-35 ライトニング2戦闘機 A 型が
そのステルス性能をフルに発揮させるために搭載できない巡航ミサイルの実装があると思われる。近年の日本の最大の仮想敵国といえば中国が最大だが、そうした空対艦ミサイルを向けられる対象の中国側が日本の次期戦闘機開発をどのように見ているのかも興味深い点だ。例えば、中国の今日頭上派多くの中国人が自国のみで戦闘機開発を完結できていない日本に対して、自国はすでに国産のステルス戦闘機を開発していることから下に見る傾向があることに警鐘を鳴らしている。ここでは確かに日本は実証実験機 X に心身をテストしただけであり、実際の生産には至っていないが、この経験から IHI 社が生み出した XF9 の1エンジンは中国より高性能であることを認めている。その上で、日本の技術力を過小評価することを戒め、必要に迫られれば、日本が単独で独自の戦闘機開発を行う可能性はあると論じており、その部分だけ見れば、中国発の意見とは思えないようにも聞こえる。しかし、これもあくまで、自国の軍備拡張を正当化するための方便の一種であると考えた方が良さそうで、こうした論調を取れるほどに、中国が自国の軍事力に自信を抱いてきたことの裏返しとも言えそうだ。また、別の中国メディア、ハッケ号は、11月8日に、日本の次期戦闘機開発に触れ、日本は、これを90機配備する予定とし、F-35 ライトニング2戦闘機147機と外周した F-15J イーグル戦闘機98機も同時に保有すると紹介した。日本のこの次世代戦闘機は中国でいうところの J-20、1000-20 ステルス戦闘機に相当するとして、同機と空対空戦闘を行う聖空戦闘機という位置づけになるだろうと予測している。ここでは、日本の F-35 ライトニング2戦闘機は、空対地戦闘を主任務とすると考えられており、日本の次世代戦闘機が担う聖空戦闘機と役割を分け合う存在だと紹介されていた。このあたりの指摘は、個人的には何かむしろ逆であり、F-35 ライトニングに戦闘機が聖空戦闘を想定しているのではないかと思えるのだが、その根拠となるような解説はされていないようだ。ハッケ号では、先の今日、頭上の内容と異なり、すでに自国が J-20、1000-20 ステルス戦闘機を開発していることを理由に、ステルス戦闘機を開発できていない日本より中国が優れているとの従来の主張が強い。しかし、J-20、1000-20 ステルス戦闘機が中国独自のオリジナルな機体化どうかについては全く触れられておらず、中国のコピー文化をよく知る側からしてみれば、やはりその違和感は拭えない。